いつも大変お世話になっております。突然このような YouTube でのご報告になってしまったことをお詫び申し上げます。シダックスはこの度髪染めちゃったー。見て見て、ピンクベージュ、かわいいね、かわいいね、イエーイ。取り乱してしまいました。話は戻りまして、シダックスはこの度、私シダックスはかねてより一般男性と同棲させていただいておりました。相手が未成年ということもあり、応援してくださる方の中には急なご報告となり驚かせてしまった方がいるかもしれません。いつも皆様の優しさに励まされ助けられ感謝の気持ちでいっぱいです。私は彼の持ち前の明るさと無邪気な動物のような笑顔に何度も励まされて助けられここまで来ました。これから待ち受けるたくさんの困難も幸せも共にし、一緒に温かな家庭を築いていきたいと思います。それでは今からその彼を連れてきます。すいません。まだ時間かかる？彼が砂を描いている最中でして、もう少し時間がかかるそうです。もう一度見てきます。一緒に住んでるマシュマロくんです。彼は先日5月10日に誕生日でした。2歳になったね。見て見て、ダックスが飾り付けしたの。ねえねえ、この風船さ、こうやって布団に投げたら、えい、インスタ映え、かわいい。取り乱してしまいました。話は戻りまして、そんな彼、マシュマロくんのプロフィールや馴れ初めを YouTube を見ている皆さんにご紹介します。妖精だよ。今日はたくさん質問していくからよろしくね。よろしくお願いします。マシュマロくんの猫の種類は何？種類はミヌエットって言って、ペルシャとマンチカンのハーフです。どうしてマシュマロくんって言うの？名前は響きが可愛い名前にしたいなって思っていて、色がお菓子のマシュマロに似ていたのと、男の子だったのでマシュマロのロをルに変えてマシュマルっていう名前にしました。いつから飼い始めたの？飼い始めたのは2019年の8月です。マシュマロくんのことを飼おうと思ったきっかけってあったの？そうですね、この子だけペットショップの中で困り顔をしていてほっとけなかったんです。この子が子猫の時に出会ったんですけど、見てください、ここだけ垂れ目なんですよ。一緒に生きていこうねって決めました。マシュマロくんはどんな性格なの？どんな性格ですかね。好奇心が旺盛で、ちょっとわがままで、甘えん坊さんな時もあったり、猫らしくマイペースな時もあったり、ちょっとツンデレさんかな。マシュマロくんのどんなところが好き？好きなところですか？耳がちょっと垂れ耳さんなところと、お手手が真っ黒いところ。あとはこのふわふわな体ですかね。雑誌の表紙になったって本当？そうなんですよ。すごいですよね。雑誌見ますか？見たい見たい。今その雑誌持ってきますね。楽しみ。で、この雑誌、猫友の表紙です。見てください。担当表紙。そして、見開きと、次の見開き2ページにわたって取材をしていただきました。またマシュマロと出れますように。マシュマロくんのお気に入りの写真ってある？お気に入りの写真はですね、あった！これこれ。これが初めて出会った時のマシュマル、一目惚れだったんだ。かわいい。あとこれかな。これがね、今までで一番漏れた写真。イケメンでしょ？イケメン。あと最近だとこれ。あのね、2本足で立つんだよ。形がおにぎりみたい。マシュマルくん専用の SNS アカウントもあるんだって？はい、インスタグラムもやってます。マシュマル0510というアカウント名です。マシュマロの日常だったり、先日のお誕生日の様子も載せてるので、ぜひフォローしてくださいね。答えてくれてありがとう。それじゃあ最後に YouTube を見てるみんなに一言どうぞ。いつも応援してくださりありがとうございます。これからも仲良くやっていきますので、二人の応援よろしくお願いします。二人ともお幸せね。どうでしたか？この動画が良かった、シダックスとマシュマロが可愛かったと思う方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンを押してくださいね。今回の動画はここまで。バイバーイ。